今日も一日お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、結構新曲聴いてくれてるんですね、みんな。iPhone のこの充電器をぶっ壊れてんな、俺の。充電されてされなかったコードがダメになっちゃったね。コード切れちゃってるわ。あ、聞いてくれたんですね。あ、DJ like Nipsey music. Yes, I like. Rest in peace, Nipsey Hussle.こんばんは。皆さんお疲れ様です。渋谷行っても会えないんだけど、そうですね、ライブ来てくださいね、ライブにね、はい。最近なんか普通に良かったとかってよく言われるんだけど、普通に良かったってあんま嬉しくないよね、うん、元からいけてんだけどって話。翔さんのアルバム欲しいです。あ、そうですね、ぜひね、あのタワレコード行ってゲットしてください。これね、出してるんでね、これね、365 CD と DVD2 枚組。あ、最近だとね、あの S タイムネットショップでもこれ発売開始したよ。そう、あまりにもねタワレコードが完売しすぎてるんで、あのうちのネットショップでもいつでも買えるようにしていたんで、そう、みんなのためにね。あ、これね、新曲ね、新曲。なんかこれ、あのコメントかなんか見たんだけど、この曲制作時間5分とかって書いてあったけど、制作時間0分ですよ。0分っていう、なんていうの、その曲をほとんど即興なんで、即興で作ったっすね、ほぼ。なんか11時40分ぐらいに発表になったじゃないですか、令和が。そうで、発表になって、でちょっと安倍首相を聞いて、でそれで、うん、なんだろう、俺が思うことを歌ったっすね。まあ、なんだろう、何を伝えたいかっていうと、この曲で、まあ、青い地球をみんなで意識高く持って守っていこうっていう、そういう令和はそういう意識、マインドでいたいなって。みんなが少しでも地球のことを考えて、少しでも青い地球、緑を少しでもね意識して、今すぐにでもできることが絶対あると思うんで、それをみんな、まずは日本人1億人が1人でも少し、あ、1億人が1人1人少しでも意識することによって、大きなものに変わっていくかなっていう、そういうことですね。それをこの俺は令和で歌ってますね、うん、何言ってるかよく分かんないっていう人はちょっとしっかり聞いてもらいたいですね。しっかりリリック聞いてもらえればメッセージ多分入ってくると思うよ。あと、あの令和の言い方、令和か上が上がって令和か、それとも令和で、俺は平和寄りにしてるんですよね。
平和、令和と上げてる。そう。でも、安倍首相は平和寄りではなくて、令和って言ってましたね。うん。まあまあ、人それぞれ読み方はいろいろあっていいのかなと思うんですけど。そう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 。俺は、令和ってね。令和って、めちゃんここで、調子悪い。独り言だから気にしないでみんな。そう、令和でしょ。で、あと、俺のサビの手の動きあるじゃん、これ。そう、あれは、令って書いてある。令和と、フローが、音程が一緒なんだよね。平和。そう、だから、令、なんかそれが、令和と、令和。これも、すげえみんな同じこと連呼してるだけじゃんって言うかもしれないんだけど、全然違ってメッセージがそこにすげえ入ってて、フローとかも全然違う。そう。ただ単に言葉をはみ込んだだけじゃないっていう。そう。でもそれを俺は即興の中で表現した。令和に関しては。うん。令和っていうのと、平和読みの音程と、しつこいよ。今日しつこいからね、みんなね。平和よりの、平和、令和っていうのと、俺は平和よりの令和にしてんの。だけど、平和よりの令和じゃないのは、令和。だから、平和よりじゃない令和に関して言うと、音程でいくと、令和っていう音程なんだよね。全然違うでしょ、雰囲気が。わかるかな？そう。だから、ただ同じ言葉は連呼してるだけじゃないんです。平和っていうメッセージがすごく入ってるんです。令和。そう、オリジナル。これが 120% オリジナル。S to the H を S times C をオリジナルフロー、キャッシュフロー。そういうことです。はい。違いわかりますよね。そうです。だから僕は平和読みの令和なんです。そう、それが痛かったですね。その辺も踏まえて、もう一度ね、俺の新曲、令和、聴いてもらえればね。わかると思います。そう。でもですね。うん。皆さん今日コメントもハートも多いね。ありがとうございますね。こんな夜遅くに。はい。じゃあもう一回聞きます？これちょっともう充電がね、なんか充電うまくこれできなくなって、これ見て。このコンセントがさ、もうこれなんかここ。これ切れちゃってて、ここがね。こっか。ほら、ここね。ダメになっちゃってるんで。これあと 5% ぐらいしかないんですけど、切れたらごめんってことで、もう一回ね、新曲の令和。で、これ見た人ね、令和皆さん、そうだね、テレビではね、俺の令和じゃなくて他の人の令和の曲を取り上げてた。でも俺聞いた感じだと、地球のためになる令和の曲を歌ってんのは俺しかいないと思った。そう。地球のためになる。うん。俺は地球のための令和でありたいと思ってる。うん。地球のための。なんでかって言ったら地球のための令和であることによって子供たちの未来が保障されるっていう。自分たちが住んでるところは地球であって、その地球が素晴らしいものでなければ、結局子供たち、今からのもう本当の来世、その子供の将来っていうのはすごくこうなってしまうでしょ。だその辺もすごくね、メッセージで込めて作ったのが、僕の令和なんで、もう一回聞きましょう。どうぞ。120% オリジナルだから。令和。令和、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 
の声耳元ささやき、綺麗に咲け綺麗に散った、はい、あ嬉しいね。ちょっと令和について今日話してよかったよ。絶対忘れね、誇り高き日本たち、日の丸と答え絶対忘れね、絶対無駄にしね、その命、hey、スカイ注目の日本の精神、日本の女性は世界一綺麗、ズバ抜けてる繊細的美的、綺麗美的日本女性、地球の未来日本が鍵、最先端技術で守る地球、青く地球、こっからね、さっき言ったね、あの平和の音程の令和だからいくよ。アメリカに媚び売らねえよ、日本は独自のスタイルもちゃん、アメリカにリスペクトはある、日本は独自で突き抜けよ、強い日本を取り戻す。この後のリリック聞いてほしいんだよね。この後本当に地球に対してメッセージ放ってるんだよ。地球っていうかみんなに対してのメッセージ。温暖化を世界で止めよう、君にしかできないことある、俺にしかできないこともある、今からできることがある、すごく身近なとこにある、今からでも遅くはない、今から変われば問題ない、そこで終わり、諦めなきゃ未来光り、青い地球のため、子供たちのため、令和令和レレ令和。そういうことっす。はい、あのそういうことです。あの僕の令和っていうのは平和の音程と全く一緒です。そうです。で、安倍首相がの音程、あの、は令和。最後下がってます。令和。僕の令和は、令和、令和、平和読みです。そこの違いも気づいてほしいなっていう感じですね。はい。その辺も踏まえて、あの、そう。でもそれが、あの、なんだろう、意識してやってるんじゃなくて、なんだろう、その自然の中でこう、これはもう時間も、そんな考える時間もなくて、その直感的な感じでこれはやってるんで、あの、その辺も踏まえて聞いてもらえると、いろいろ、そう、後になって聞くと、あ、そうだな、そうだなって結構ハマってくる部分があったりとかして、結構面白い曲できたなと思うんで。で、そう。で、なんとね、この、令和、令和、レレ令和。なんと明日、配信開始します。やばくない？明日配信しますよ。明日リリース。iTunes とかで。そう、明日リリース。明日リリースしますんで。そう。そうでね、あの俺よりも早くリリースしてるやつはいますよ。でも風はいつか和らぎみたいな、そのちゃんと今回のこの令和の、万葉集のこの梅の花の歌に対しての雰囲気を曲で落としたっていうのは俺しかいないと思うよね。だその時点でもう曲自体が当てはめて作ったのか、それを発表になってからちゃんと俺は一回消化してリリックを書いてるのかの違いであって、言葉当てはめただけのやつとは違うから。うん。だから、あの、俺より早い人の曲聞いたけど、全然あの、別に僕は何とも思わなかったですね。うん。俺はちゃんと
一回発表になってからそこから速攻作ったっていう部分なんで、だから、うん、ここの部分ね、ここの部分聞いてほしいね、みんなに。この後ね、いくよ。ここ聞くわかるから、発表になってから出て書いたっていうのが。いくよ。数はいつか和らぎ、平和な声、耳元ささやき。ここね、ここです。ここ聞けばわかりますよね。発表になってからリリック書いてる。発表になる前に、風はいつか和らぎなんて、そんな、万葉集のさ、その、ね、梅の花のリリックを引用できないでしょ、俺は。引用できないでしょ。そう。だから発表になって、風はいつか和らぎって、ちゃんと発表になってからリリック書いてるからね。で、その後オリジナルですよね。この後聞いてほしいですね。風はいつか和らぎ、平和な声、耳元ささやき。ここ、平和な声、耳元ささやき。ここが僕のフローですね。平和な声、耳元ささやき。そう。だからもう発表になった後にリリック書いたのわかりますよね。風はいつか和らぎ、平和な声、耳元ささやきって、もう全然違うじゃん。だから俺より前に出てる人の曲聞いたけど、全然あれは当てはめただけじゃんみたいな、うん、俺はちゃんと一回それを出てから曲を作ってるから、全然もう俺は別に、だからそれ俺よりも早い人いても別に何とも思わない。うん、そう、俺の曲に自信がある、それだけです。はい、 120% オリジナルってことで、ね、電池切れる前もう一回流すよ。はい、しつこいかも、やめとこっか。うん、さあね、充電切れちゃうんで、この辺でね、お別れの挨拶しとこっかね、みんなにね。ってことで、令和明日リリースしますんで、はい、いいアートになったかなって今回も思いますんで、はい、ぜひね、令和、令和、レレ令和、これはね、平和、平和、へへ平和っていうね、この音程と同じとね、皆さんにお伝えしたかったです。はい、ってことで、おやすみなさい。バイバイ。いい夜を。強い日本を取り戻せ、 Hey、 みんな一人一人誇りを持って、戦争はもう必要ない、温暖化を世界で止めよう、君にしかできないことある、俺にしかできないこともある。